はい、一番大事なこと、はい、一番大事なことはお嫁さんを現地に調達しないこと、はい、それからあと太郎仕事を通じて共通の知り合いも結構いたので、なんかここらで手を打っとくかみたいな感じだったら嫌だなそれはそうだよね。おじさんという綺麗な子がいるということは聞いていました。だから、まあ確かに綺麗な子だなっていう印象を持ちましたね。確かになんか飛んで火にいるじゃないけどなんか その程度だったらちょっと寂しいなとかっていうのもあったりとかして、女の子とかも交えて飲むことが多かったので、あの彼女は可愛いし、面白いからちょっとつないでおけばまた一緒に飲めるかなここが1日目でここが最後だとしたらこういう感じで待ってる待って今ね下がったまま8日目過ぎそうだって今で帰ろうかと思ったらいきなりなんかおでこにキスされたから、アメリカ人なのかなって思った。初日のよ、それが初日のよ。いきなり抱きしめたりいきなりキスをするのは変だったけど、
まあ、おでこにキスだったらいいかなって。でもその3年前もそういうことが1回あったから、この人はそういう人なんだって、女の子には誰でもそうなのかなって思ったんですよ。どっかでこうさ、あこの人でもみたいなのがあったわけだよ。ターニングポイントがね、洗脳された洗脳、洗脳の儀式として何があったわけだよ。具体的になったポイントが、俺たち絶対一緒にいると楽しいと思うんだよねっていうの、そういうもうストレートなんですよ。5分に1回ぐらい言われてたんですよ、ずっと一緒にいる間。絶対一緒にいたら楽しいと思わないっていうことは確かによく言いました。あ5分に1回かどうかわからないけど、まあ、ナコノがなかなか首を縦に振ろうとしなかったときに、よくその言葉は言いました。でなんでそういうふうに言ったかと言ってもね、単純に僕が絶対2人が一緒にいたら楽しいなっていうふうに思って、ナコノはそう思わないのっていうふうな感じで純粋な気持ちで聞いてみました。ボロボロアパートっていうか、まあ、その私のお部屋のドアが壊れちゃったんですね。で、鍵が閉まらなくてすごいどうしようと思って、そういえば今日太郎さんは車じゃなかったなって、追いかければもしかしたら間に合うかもしれないと思って追いかけてって、で太郎さんに鍵が壊れちゃってるんだけど見てもらえないかなっ て、 ってお願いして鍵を見てもらって、結局太郎さんがやっても鍵が直らなかったんですよ。じゃあ明るくなるまでいてあげるからっていうふうに言われて、ドアロックが壊れた件は、で僕の方でもどういうことだったのか未だにわからないままなんですよ。で手動式の鍵もはかかる状態だったので、まあ、一人でも平気といえば平気なはずだったとは思うんですよ。ただ、僕はもうその時彼女のことをかなり言っていたので、ひょっとしたら彼女の方でも僕と一緒にいてくれたいのかな、一緒にいたいと思ってくれてるのかなと思ってですね、それで、結局彼女と一緒にいたんですけど、どうだったんでしょうね。未だに真相は分からないままですけど、なんかナホノちゃんって呼ばれてたのにいきなりナホノって呼ばれる。なかったような気がする。なんか言葉はその時なかったような。いや、特に付き合うきっかけとなったような言葉っていうのはないですよね。でも面白いことに後になってナホノにいつから付き合ってることになってると思ったのっていうふうに言われた時、2人の考えは一致してました。でも私が日本に帰って携帯メールをつけた時に、やっぱり多分なんかついてこいみたいな感じのメールが来ていて、まあそうしようかなって思った。ついてこい、ついてきてくれというような内容のメールを出しました。でも正直に白状すると、細かい文面やですね、文言というのは覚えていません。その時思っていたのは、とにかく彼女に対してきちっとですね、彼女をリードして、引っ張っていくという姿勢を見せてあげたいなという、それだけを思って、送ったメールです。真面目に言っちゃっていいんですか？真面目に言っちゃっていいんですか？落ちなしで笑いとか取らなくて全然。はい、太郎さん、結婚して本当にすごく幸せだなと毎日思ってます。時
ても感謝しているので、これからよろしくお願いします。はい、それだけでいいです。いいよ、どれだね今日は。目を閉じれば億千の星、一番光るお前がいる。初めて一途になれたよ。夜空へ響け愛の歌。彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前、家庭的な女がタイプの俺、一目惚れ。小さな女の子のようである、彼女に対して、まあ、結婚ですとか、そういう重要なことを局面を迎えるときはですね、こちらがしっかりリードして、引っ張っていってあげた方がいいんじゃないかなと思ってですね。おぼろげな月を見つめる君に釘付け、守りたい女って思った初めて、真面目な顔してギュッと抱きしめた。目を閉じれば億千の星、一番光るお前がいる。くれてる優しい連れ、変なあだ名で呼ぶなよ、みんなバカップルだと思うだろう。でもいつも落ち込んだ時、助けてくれるお前の優しい声と、お似合いだ。道がすごい綺麗だったんですよ、景色がで、なんか同じ光景を見て同じように感じられるのがすごい嬉しいです。同じ空を見てすごい同じように綺麗だなと思うとか、同じ雲を綺麗だなって。景品の化粧品こうて謝りに行こう。目を閉じれば大好きな星、あんなに輝いてたのに、今では雲が霞めたまま、それがなぜかもわからぬまま。やっぱりさっきの話じゃないけど、お掃除しなきゃいけないし、お料理2時間作んなきゃいけないんだから、できる環境ってすごい幸せじゃないですか。桜並木照らすおぼろ月、出会った2人の場所に、帰りに一人寄り道、変わらぬ景色、変わったのは俺ら2人、全て見えてたつもり、目に見えない。何のために生きるかって言ったら、やっぱり私にはもう結婚したら家族のために生活したいし、お掃除もお料理も、その要は家族のためです。春の夜風に打たれ、思い出に殴られ、気づかされて気づかされた、大事なもの握りしめ。私2人だった、2人の姉なんですけど、
お姉さんっていつもなんかお姉さんだから我慢しなさいって言われるじゃないですか。でも子供が奇数だったら子供の喧嘩は子供でやらせておけば。ああ任せられる。下手くそな歌で愛を、バカな男が愛を。子供は3人ですね。いや欲しいとかそういうんじゃなくて3人ですね。ドキュッと抱きしめた夜を